万年筆の良さを伝えたいペンギンです。本日のテーマは一番好きなブルーブラックインクを決めるです。万年筆で一番愛されてるインクってなぜか黒ではなくブルーとかブルーブラックっていう方が多いんじゃないでしょうか。でもブルーブラックって各メーカーから出ているし、似てるような色もたくさんあって迷っちゃいますよね。そんなわけで以前皆さんのおすすめのブルーブラックをお尋ねするアンケートを取ったので、その結果を見ながら実際に書いたものを比較していきます。本日の流れはこんな感じ。そもそもブルーブラックってアンケート結果発表、実際に手持ちのブルーブラックっぽい色を比較です。それでは行ってみましょう。そもそも万年筆の基本の色が、ブルーブラックなのには諸説あるようなんですけど、あんまり詳しくないんですが、万年筆が筆記具として台頭していた時代は、日常的な公文書とかサインにも活躍していました。サインする時も黒じゃなくて青の方がインクの陰影が出て筆跡がよく表されるので、コピーしても大丈夫っていうか、黒だとコピーとの書いたのとあんまり差が出ないじゃないですか。そういうのの、そういう意味で偽造防止になる、そんな観点で青が重宝されてたみたいです。古くからあるインクは古典インクといって、現代主流のインクの成分と違ってて、書いた後にだんだん色が黒っぽく変化する。しかも耐水性とか耐光性にも優れているっていうわけで、サインなどにもぴったりだったっていうことですね。ただ古典インクは酸性が強くて金属が腐食するっていう大きなデメリットがあるので、現代ではそっちのデメリットの方が大きいってことで少なくなってきてます。では早速アンケート結果を発表したいと思います。こちらです、一気に見てみようと思います。でなんと1位がその他っていう結果になっちゃいました。以前行った色しずくのどれが好きっていうアンケートは、色しずくの数がちゃんと決まってたんでその他とかなかったんですけど、ブルーブラックっぽいインクを私の頭で思いつく限り上げてみたんですけど、その他が一番多くなっちゃいました。無限にありますもんね。200色あんねんって感じなんで、その他っていうのを除くとパイロットが一応ぶっちぎり1位でした。で続いてペリカン、プラチナと、なんと古典インクの2種類がランクインしてる。面白い結果になりました。じゃああとその他って何なのよってことなんですけど、コメント欄に書いてくれてる人の意見を拾ってみると、エーデルシュタインのペリカン、エーデルシュタインのターンザナイトがいいよとか、ローラー&クライナーのサリックスがいいよとか、サリックスは確か古典インクですよね。とパイロットの月夜、パイロットの人気投票の中でも結構上位にいた月夜、これがブルーブラックっぽいんじゃないか。あとは、寺西科学さんのハイカラインキ、スモーキーネイビーなんていう声もありました。こちらまだまだコメント欄いっぱい、いい意見があっていろいろ読んでみたいよっていう人はアンケートの URL を概要欄に貼っとくので見てみてください。ではここからはうちにある、数少ないインクの中からブルーブラックっぽいのを集めてきて、いろいろって言っても3種類くらいの紙で書いてみたので、それを比較していこうと思います。うちの万年筆よく使うやつはほとんどパイロットのブルーブラックが入っちゃってるんであんまり使用頻度高くない子たちを引っ張り出してきて、いろんなインクを入れてみました。結構自分で考えたんだけど大変な企画でした。でこんな感じですね。これ紙が色フルです。で上からガーッと見てみましょうか。この赤いポチがついてるのが固定インクですね。でラって書いてあるのがラメ入りです。これを入れるんかいっていう気もするんですけど、プラチナは古典インクで、だんだん黒くなるらしいんですけども、これを見る限りそんなに黒みは今ないですね。でも何
ってるんですがね、この儚いこの陰影の感じが人気が高かったのなんとなくわかりますね。なんかいいですね、陰影が。同じ古典インクで人気も高かったペリカンのブルーブラックはプラチナのブルーブラックよりもちょっと黒っぽみが強いですよね。すごい渋い色。これね、みんな同じ万年筆で描いてるわけじゃないので、いろいろ太さとかによってもちょっと見える感じ変わってきてると思います。このセーラーとかね、こう B で描いてるのでがっつり出てますけど、まあ、もう一回ね上から見てみますか。プラチナ、パイロット、セーラーブルーブラック、ペリカンブルーブラック、パーカーのブルーブラック、ラミーのブルーブラック、モンブランのミッドナイトブルー、フェリスホイールプレスのタンブリングタイムブルー、パイロットの色しずく深海、タグステーショナリーの今日の音、青ニブ、青ニブでいいのか、セーラー万年筆の四季より夜長、ペリカンのエーデルシュタイン、タンザナイトです。これがほぼ日手帳なので紙がトモエリバーになります。トモエリバーに書いた感じ。こんな感じになってます。このフィリスホイールプレスだけなんだろう、ラメ入りだからなのか、すごいギラつきがすごいですね。最後に無印ノートの上質紙スリムノート無地から、こんな感じです。どうですかね、やっぱ紙によっても多少違いは出てくるかな。無印のノートだと私ね、このパーカーのブルーブラックが結構なんて言うんですかね、紫みのフラ、赤系のフラッシュがちょっと出ててすごい好きな感じになってます。パイロットのブルーブラックもそういうのたまに出るんですけど、今回はこのパーカーのブルーブラックでこの好きな感じのフラッシュが出てて、このノートだとそこがいい感じかなって思いました。まあね、紙によって結構出方が違ってます。今回おまけとしてペリカンのロイヤルブルーをお裾分けインクでゲットしたので書いてみました。これね、なんかちょっとカメラ越しだとわかんないんですけど、結構肉眼で見ると、いや意外とロイヤルブルーとか言って紫じゃんっていう気がしました。なんかね、画面越しだと青っぽく見えるけど、なんか肉眼で見るとちょっと、これパープルと間違えちゃったのかなっていうぐらい紫っぽいんだなって思いました。まあなんかね、ロイヤルですからね、紫感があってもいいかもしれないです。で、ロイヤルブルーといえば私、これ、スーパーシェリフっていう、これね、ロイヤルブルーのインクが消えるペンを前にゲットしたってちょっとお話ししてたんですけど、これで本当に消えるのかっていうのをやってみたいと思います。結構ね、ドイツとかの学校だと、小学生が万年筆で授業を、ノート板書取ったりするらしいので、まあ、消しゴム的な立ち位置消しています。消えました。消えたね。他のインクだと消えないんですよ。例えばあれだ、同じどこ行った、ペリカンのブルーブラックだと消えないと思うんですよね。まあ、古典インクだし、さらに消えないと思う。そう。あ、これ全部実験してみようかな。こっちがちょっと色がついちゃう。やっぱり説明書にあった通り、ペリカンのロイヤルブルーに対応したこの消せるペンのようです。この消せるペンが、こっち側は
消しゴムペンじゃなくて、この消した上からかけるペンになってます。もうね、一回この消し消しした後にはあのロイヤルブルーの万年筆で描こうとしても描けないっぽいので、こっちを使って描くってことになってます。おまけにあともう一個、コテインクは水に強いみたいな説明があったので、実際そうなのかなと思ってちょっと水をねかけてみたいと思います。またコテンじゃないのにもかけて比較してみます。で、一番下は顔料インクですね。どうでしょう。確かにあんまりにじんでないですよね、他のと比べても。これだと結構セーラーは結構薄くなっちゃって、パイロット割と頑張ってますね。で、顔料インクのキワグロはこんな感じ。若干インクがにじみましたけど、やっぱりしっかりくっきり残ってますね。さすが顔料インク。コテインクもそう、意外と大丈夫です。いかがだったでしょうか。本日はブルーブラックの、どれが好きっていう企画でした。まあ、私の一番好きなブルーブラックはやっぱりパイロットのブルーブラックかなっていう、結局ね巡り巡ってそう落ち着きました。やっぱりいっぱい入ってるしね、コスパからしてもかなり優れているし、色もねとっても鮮やかで、やっぱり好きな色かな。で、まあこの中で言うと自転はどれかな。このねパーカーのブルーブラックも結構気になったんですけど、やっぱりこのねプラチナ、これが2番手かな。このプラチナのなんだか儚い感じ、この陰影がすごくよく出る、このねなんかわびさびのある感じがなんかすごい好きです。というわけで、皆様のブルーブラックインク選びの何か参考になれば幸いでございます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。